はるみさん、こんにちは。カンです。ということで、皆さん、この白鬼どうやって勝ってますでしょうか？まあ、この子の強みは何たってね、びっくりするぐらいの防御力ですよね。まあ、SS を打つことによって、超でかい支援ギミックを出すことができるので、まあ、それでオンザラインショットをも補給していくし、しかもスペシャルを返球した時なんか、スンゲレアプラス 100% っていうことで、バカみたいに広くなるし、ジャスト確定もつくし、しかもまあ、SS 特殊状態中にですね、ジャストを打つと空中性のビームを放つことができるんですけども、それにね、相手が当たるとですね、移動速度がダウンするんですよ。これ移動速度ダウンっていうのは結構肝でスローではないんですよ。なので靴のスロットスキル1にさ、スロー無効とかつけれるじゃないですか。それでは防ぐことができないっていうのが白の結構強いところではあるんですけども、今回はね、その白に勝っていけるキャラっていうのを紹介したいなと思います。で、そのキャラが誰かっていうと、この真ん中に佇んでいるね、このシャルです。はい、皆さん使ってますでしょうか？まあ、僕はね、結構長年使っていたりはするんですけども、あんまりね、相手に来たことはないですかね。まあ、この子の強いところはね、あ、この子でどうやって勝っていくかっていうと、白の体力を枯らすわけですよ。この子の SS っていうのは熱帯化ストームショットっていうことで、灼熱属性のキャラ以外はスタミナ消費がプラス 30% プラススタミナを削る灼熱の太陽が照りつけるっていうことで、継続ダメージも与えることができるっていうのと、あとまあ、この子でチャージショットを打つことによってですね、なんかすごい衝撃波みたいなまとってるんで、相手に結構ダメージが与えていけるので、まあ、この子で体力を枯らしていけるっていう感じになっております。で、この子転生スタイル持っているんですけども、まあ、エレメントマスターでもいいと思うんですけど、僕はアイテムマスターの方が強いかなと思います。なんでかっていうと、まあ、エレメントマスターにしたらもっと枯らせるんですよ。燃焼状態の相手に与えるダメージプラス 25% とか、燃焼レベル2上げるとか、まあ、えげつない能力いっぱい持ってたりするんですけども、別にアイテムマスターでも相手の体力を枯らせるっていう点と、あとこれね、ドリンク回復アイテム取得時に7秒間空中地面ノックバック無効にすることができるんですよ。白のあのスローのビームってさ、空中性のギミックなんで、まあ、この子でドリンクさえ取っていればそれが効かないっていう状況を作ることができるし、あとまあ、春とかね、あと誰だっけ、キャロとか、ああいう系の地面型ギミックも効かないっていう形になるから、結構使いやすいっていうのと、で、この子は5打球ごとにビーフが降ってくるっていうのがあるので、これでね、まあ、簡単にあの空中地面無効をつけれるっていう点と、あとこれですね、3ポイント以上失点時 GS1 回復するっていうことで、この鬼炙りのラケット落としのラケットをね、2回打つことができるので、打球効果無効以外の相手にはですね、確定に2点を取っていけるっていう感じにもなっておりますので、まあ、結構格上の人相手にもね、2点確定取ったりするので、まあ、結構強いって感じになっているので、ぜひね、僕のおすすめとしてはアイテムマスターに鬼炙りのシャルロットっていうのがいいかなと思います。ということで、今から試合を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。というわけでね、まあ、一戦目見ていきたいんですけども、これ初めちょっとね、声を入れてなくてですね、まあ、急遽入れたって感じになってます。よいしょ、扇風機消した。コロメロよろしく。なんかナンバーついてるから、ちょっと頑張ろう。まあ、俺はね、シャルちゃうわ、シロはシャルで勝てるという動画を作りたいから、俺はシロをシャルで戦う。なんかそんな片言な。どうしてんの俺。あ、いいボレ、めっちゃいいボレ。これはでも相手クラウディアか。クラウディア SS 打ったらさ、あのクレーコートに戻すっていう能力持ってるから、さすがにすぐ打つのはバカやから、ちょっとルカで行こう。はじめはで、相手がクラウディアで打つみたいな、よくわからんことをしてきたら、まあ、ルカで行くって感じになるから。よし、はい、 OK。 はい、ヘリオ SS は神ですよ。でまあ、これは交代時で SS を貯める作戦に行こう。これで行こう。よいしょ、前ヘリオ SS 飛んでくるやろ。こうへんか、雑に打っちゃおう。ちょっと相手を打ち上げさせることに成功した。あ、嘘、ヘリオ SS 来ると思ったのに。え、なんかすごいもったいないことしたな俺。しかも白打球交換無効持ってるから、ラケット落としできるのが痛いな。オッケー、はい、ジャスト確定になってる。よいしょ、おい、下手すぎるだろ、何してんの俺。でも、あえてクラウディアで打つとちょっと考え抜き気がするから、交代時でこの子で打とう。もうたまるしね。オッケー、オッケー、これで相手の体力を枯らしていこう。ナイス。いや、これはもう相手クラウディアしか多分打ってこないと思うよ。多分今までにシャルに負けたことがあるからクラウディア入れてると信じてんねんけど、そんなことないっぽい。全然シローでくるわ。よいしょ、あー、ラッキー、ナイス。いや、これ前に置いといてやろう。あ、いいんちゃうこれ。おい、ナイス。いや、これ普通にルカが強い動画になってしまうやん。俺はシャルが強い動画撮りたいの。あー、ほらほら、やっぱりな、灼熱コートきついんだ。あー、危ない危ない。まあまあ、オンザレドン、あ、やべ、ちょっとバレたかもしれん。一回だけ落とし。確定勝ちを狙っていきたい。まあまあまあ、次の動画で、まあ、あのシャルが強い動画を見せます。
というわけで、まあ、今からね2戦目やっていきたいなと思うんですけども、まあ、1戦目の時と違ってですね、シャルロットで SS 打って、そっからラリーもねシャルでやっていきたいなという感じになっております。まあ、初手はね対決ルカで行くんですけど、まあ、そこはまあいいでしょうと。ほんで、まあ、あのギアの説明の時にねちょっとだけあの言いそびれたものがありまして、あのシャルロットの靴に関してなんですけども、まあ、別に好きなんつけてもいいと思うんですけど、まあ、俺の持論としては、まあ、5打球ごとにビーフ落ちてくるじゃないですか。まあ、それでドリンクを取れると。でドリンク回復アイテム取得時に5秒間スタミナダメージ無効っていう靴をね履かしてあげることによって体力管理も結構しやすいものになるかなと思いますので、まあ、ぜひそれをつけていただいて、でスロットスキルさんも僕はね、まあ、SS 回転率をちょっとでも上げるべくですね、ドリンクを取得時に SS ゲージプラス 3% ってやつをつけております。まあ、これついとったらね割と SS 回転率良くなったりするんで結構おすすめですよ。シャルの SS もオンザラインショットなんで割と得点力も高く、で、まあ、あのこの白っていうのはですね、あのルカと違ってこのサーブした瞬間に陣が出るっていうわけではなくて、サーブしてから1打球しないとこれ陣が出ないっていう形になるんですよ。なのでレシーブの時にオンザライン打ってあげることによって、まあ、結構得点力を生んでいけたりもするので、まあ、あの SS 回転率上げることに、まあ、意味は結構あるんじゃないかなと思います。でも、アイテムマスターのね、この GS2 回打つことができるんですけども、まあ、初め3失点するまでに1回打たないと2回打てないですよ。だからまあ今1失点じゃないですか。この時にまあ1回打っといて、でまあまた3失点したら GS 回復するんで、その時にもう1回打つみたいな感じを取っていただけると、まあ結構いいんじゃないかなとは思います。ほんで見て、チャージショットなんて結構エグい球打てたりするんですよ。おすすめっすよ、マジで。でまあ、あの白に対してね、なぜこれ GS 打ってないかっていうと、まあ、あの子ね打球効果無効を持ってるんですよ。まあ体力緑やったらとかグッド以上やったらとか、なんかそんなんやったかもせんやけど、ちょっと忘れたんやけど、ちょっと後で見に行きますね。したら多分字幕に入ってるかなと思うんですけど、とりあえずまあ俺はね、あのあれですわ、どうせ打球効果無効で弾かれてしまうので、 GS は打たずに普通にまあスピンとか打って相手の体力を枯らしていくっていう戦法を取っているっていう感じですね。わ、抜けちゃった。まあこれはしょうがないですね。まあ、ラインズマン2王も体力枯らせそうですけどね。あの子灼熱持ってた気するから、まあ、そんな枯らされへんかな。まあ、わからんけど。まあ、ここまで来たらね、まあ、正味灼熱にさえしてしまえば、シャルじゃなくても他のキャラで行ってもね、体力枯らすことができるかなと思いますので、まあ、結構シャルを仲間に入れるのはありやったりします。まあ、例えばさっき出てたさ、ラインズマン2王とかやったら、あれ打球効果向こうついてないんですよ。まあ、一応ね、なんていうの、ギミックみたいに出せるやんか、ダイブするギミック。あそこで入られてしまうと、確かラケット落としは効かなかったりするんですけども、まあ、レシーブの時に鬼破り打つ分には確かね、相手なんか作れなくてラケット落とすパターンしかないんですよ。今のところね、もう多分3ヶ月ぐらいずっと使ってるんですけど。なので、普通にレシーブの時にこのラケット落としを打ってあげて、で、普通にチャージしてね、まあ、何普通にスピンとか逆の方にね打ってあげると結構な確率で決まったりするので、ぜひねやっていただけたらなと思います。まあ、打球効果無効ついてるキャラって MVP セレナのオバフロ状態の時と、まあ、白ぐらいじゃないですかね。それ以外はちょっと今パッとは出てこないんですけども、まあまあ戦ってたらねどんどん分かってくるかなと思いますので、まあ少なくともその2体だけはね、まあ、注意して戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。あ、であとまあ白とか、あとまあ対決ルカと、あ、白はもともと打球効果無効やからあれやけど、対決ルカみたいに、まあ、ギミックあるキャラいるじゃないですか。ギミックがある状態でこの鬼炙りとか打ってしまうとですね、普通にラケット落とさない状況みたいなのを作り出してしまうので、まあそういう相手にもまあ打たない方がいいですね。まあ例えば陣を割ってから、まあそこからラケット落とししてだから SS 打ってオンザラインショットでその陣を割ってからですね、まあ、ラケット落とししてでそこからスピンを打つみたいな、まあそういう感じで点取っていけたりもするので、まあぜひそのようなね方法を取っていただけるとまあ結構いいんじゃないかなと思います。でまあドリンク取ってからね、まだ7秒経ってないので今空中地面向こうがついてるって感じですね。やっぱスローが効かないといいですよ。あ、スローじゃなくて何やったっけ、移動速度ダウンでしたっけ。結構やらしいとこありますよね。そういうなんかスローと同じような性能やのにスローと明記しないことによってスロットスキル1で対策できるっていうのも、腹パンしもうた。まあとりあえず、まあ、スロー向こうつけても意味ないよっていう話ですね。でまあ今調べてきたんですけども、この白のね打球効果向こうの条件としましては、スタミナが緑以上かつグッドで返さなければね、ラケット落とし効くっていう感じになっているので、相手の体力が緑以下になったらもう普通にラケット落としで点を取りに行くっていう方法を取っていただけると、まあさらに勝ちやすいかなと思いますので、まあぜひねこの方法を選んでいただけたらなと思います。でまあもうちょいね空中地面向こうつけたいっていう
う場合であればエビだけも結構良かったりしますよ。まあ普通にさ毒肉とか出てきてさあれ取ってしまうと走りが遅くなったりとかしてしまうと思うんですけど、このシャルロットっていうのはですね、ドリンク回復アイテム取得時にあらゆる能力を得ることができて、まあ3つね種類があるんですけど、1つは移動速度プラス 25% だからそれでも相殺することができるし、で2つ目は状態異常回復みたいなのがあるので、毒肉取ってもそんなね問題ないっていう状況を作ることができたりとか、あと1つは何やったかな、多分スンゲレ広がるとかそんなんやったかなと思うんですけど、まあ毒肉取ってもね全然デメリットないっていう形になってますので、エビだけを持たせるのも結構良かったりはするんですけども、まあいろんなキャラに対してね、まあ結構いろんなキャラとかいろんな相手に対して2点を確定で取っていけるこの鬼破りっていうのは俺の中では結構良かったかなと思うので、僕はこちらをねおすすめしているっていう感じになっております。まあわざわざ交換するのはめんどくさいなっていう方であればエビだけを選んでいただくのも結構いいかなとも思いますし、まあこれらもないっていうパターンであれば、まあスカルマグナを持たしたエレメントマスターでね、でガンガン相手の体力を枯らしていくっていうのも一つの手なんじゃないかなとも思います。ということで、まあぜひね皆さんもシャルロット使ってみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。